動きをよく見るしかない。その者、東の突く国より海を渡りて現れり、若者姫し力未だ知らず、かの身を滅ぼすこともかの願い叶えしことも。何事ですか？今飛び去る人影が。多分こないだの奴の仲間だ。人が来たから逃げたようだ。イネさん、警察をお願いします。はい、かしこまりました。待ってくれ、イネさん、福さん。やっぱり俺、親父の死の真相が知りたい。リョウさん。俺、今まで親父を超えようと鍛えてきたつもりだけど、ちゃんと親父のことを見てなかった。分かってなかったんだ。だから俺の知らない親父の過去を知りたい。それで。お前が殺した男の名だ。親父が俺の信じてる親父だって確かめたいんだ。今の俺ならちゃんと分かる気がする。リョウさん。そうですか。やっぱり私にはリョウさんを止めることはできないようですね。それは先生がお亡くなりになった後届いたものでございます。リョウさんにはお渡しすべきではないと思い、今日までしまっておりました。修験達。地より現れし竜が黒雲を誘い天を覆うも、舞い降りし鳳凰、その翼に降りて死風を生むがごとく、漆黒の世は広がりしも、明星は一つ灿爛と輝く。長き物語は今始まれり。